平野の使用退場後のファンの混乱と議論。CM や愛称展示による彼の姿への期待と愛情が高まる。ジャニーズ事務所を退場した元キング・アンドスの平野使用。彼にとって新たな道が始まったと同時に、ファンたちにとっても新たな興味と期待が生まれました。しかし、その興奮と期待に混ざるのは、彼を見かけることに関する様々な情報と混乱です。 この記事では、ヒラの仕様についての目撃情報、ファンの反応、そして平野の最新情報について探ります。ヒラの仕様の退場とファンの反応。ジャニーズ事務所からの退場発表後、ファンの中には驚き、喜び、そして別れの寂しさが入り混じった感情が広がりました。 彼の退所がジャニーズ事務所に所属していたことから来る様々な制約から解放された瞬間であり、その新たなステージへの期待が膨らんでいました。しかし、ファンたちの中には、平野氏ように再び会いたいという願望が高まり、それが様々な形で現れています。特に、彼の現在の姿や活動についての情報に対する欲求が強まっています。ファンたちは、 彼の成功と幸福を願いつつ、彼を見かける機会を待ちわびているのです。目撃情報の拡散と混乱。5月22日の退場後、ツイッター上に平野仕様を見たという目撃情報が急増し、ファンの中で混乱が生じました。通常、このような情報はデマの可能性があるため、 慎重に検証されるべきですが、現在のファンは、ある種の平野使用への上により、情報を受け入れやすい状況にあります。この目撃情報には、横浜のチビマルコちゃん美術館で彼を見たという情報も含まれており、ファンたちは興奮しました。この情報に対する興味が高まると同時に、詳細を求める声が多く寄せられました。 しかし、残念ながら、この情報源のアカウントは削除され、詳細情報が失われたようです。このような不確かな情報が拡散されることにより、ファンたちの間で混乱が広がっています。何が真実で、何がデマなのかを見分けるのは難しい状況となり、ファンたちは真実を求めながらも、慎重に情報を受け入れる必要があるでしょう。ファンの反応と、議論。 目撃情報の拡散について、ファンコミュニティでは様々な意見が交わされています。一部のファンは、ジャニーズから退除した平野夫のプライベート情報は尊重されるべきだと主張しており、情報を拡散することは控えるべきだと訴えています。彼らは、アーティストたちにも普通の日常があり、プライバシーを侵害するべきではないと考えています。 一方で別のファンはヒラの仕様の近況や彼がどこにいるのかについて興味津々であり、その情報を求めることは当然だと考えています。彼らはヒラの仕様が元気で幸せであることを確認したいという願望を持っており、彼の近況について知りたいと思っています。 このような議論と感情の対立がファンコミュニティ内で続いており、どの立場も一理あります。彼を愛するファンたちは、彼の幸福を考えながら、情報を得るためのバランスを見つけようとしているようです。平野紫耀の現在の活動。平野紫耀がジャニーズ事務所を退所した後も、彼の姿を見る機会は残っています。 彼は消臭財宝交際、パブリンズ、P&G と、ボシュロムジャパンのコンタクトレンズの CM 契約を継続しており、テレビや店頭の反則物でその姿を見ることができます。この CM 出演情報により、ファンたちは従前、仕く君の CM を見つけた。 と興奮し店舗の店員に彼のパネルがいつまで展示されるか尋ねるなど彼に関する情報収集に余念がありません。また、平野主演ドラマ、黒詐欺 TBSK2022 年10月期のブルーレイ &DVD ボックスの発売を記念した衣装はパネル展が東京 HMV& ブックス渋谷 で開催されており、多くのファンが彼の衣装やパネルを見るために訪れています。彼のファンたちは、彼の残りがを求めて、彼の情報に敏感になっています。平野仕用の退場後、彼を見かける情報がファンの間で広まり、彼に関する混乱が生じています。ファンコミュニティでは、 彼のプライバシーを尊重すべきか、それとも彼の近況を知りたいという願望に応えるべきかについて議論が続いています。一方で、彼の CM 出演や衣装展示により、彼の存在を感じることができるため、ファンたちは彼の姿を求めているようです。平野仕様の新たなステージでの活躍を期待しつつ、彼の今後の動向に注目が集まっています。